どうも、しょっぺんです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日もやっていくんですけども、昨日動画アップできなくてすいませんでした。おかげさまで税理士さんと打ち合わせをして、今日消費税還付っていう申告ができましたので一段落つきました。はい、なので今日こうやって動画をアップしていこうと思います。で、その先日、その僕が iPad Pro を買いましたと、これをメインマシンにしていきますっていう動画をアップしました。そしたら思いがけずいろんな方に見ていただいて本当に嬉しかったです。で、その中でたくさんコメントがあって、その中で実際このどういうふうに使って、この部分はどうなのだったり、こういったところはどうなのみたいな、質問もありましたので、今回はその質問にお答えする形で、シェアをしていこうと思います。で、僕自身ですね、この iPad Pro を買う前っていうのはめちゃくちゃ調べたんです。そう、今使っている MacBook の電池持ちが悪くなったりとか、あとは運んでいく中でやっぱり重いなって感じていたので、じゃあ iPad でそのメインの仕事ができるのかどうかっていうのをすごい徹底的に調べていました。で、あんまり情報がなかったんですね。で、僕と同じようにその iPad Pro でそのパソコンの代わりになるのかっていうのを調べている人多いと思いますので、参考になれば嬉しいなということでシェアをしていこうと思います。はい、なので興味ない方は本当に興味のない分野だと思います。そういう方はブラウザバックして他の動画をお楽しみください。で、興味がある方は最後まで見ていただけたら嬉しいです。ということでいきましょう。じゃあまず最初にファイル管理についてちょっとシェアをしていきたいと思います。こちらが僕が家で使っているメインマシンで、外に持ち運ぶ用のメインマシンをこちらにしています。で、同じように共通してこの USB Type C のハブが使えるのが本当に便利でして、例えばこの SD カードのデータを読み込みたいってなった場合は、この USB ハブを通してこのように、例えば SD カードこれなんですけど、こういうふうに読み取れますと。で、階層表示になっていて EMS 伝票でこういうふうに中身が見れます。 iPad Pro の場合も SD カードのデータを読み込めたいってなった場合は USB ハブを直接させます。で、挿した状態でこのファイルのアプリをポチッと押します。そうするとこのノーネームってのあるんですけど、これが SD カードのことです。これをポチッと押すと、こういうふうにパソコンと変わらないような感じで階層表示ができるんです。例えば EMS 伝票ってやって、こうやって、で開くってやると、はい、こうやって表示されます。例えばこのファイルを移動させたいなってなった場合は、このファイルを長押ししてグワッてやると、こうやって移動できるので、ものすごく使い勝手が良くなっていると思います。iPadOS になった瞬間にこのファイル管理の見やすさがパソコンにググッと近づいたので、僕やっぱこれが一番嬉しかったです。それまではこの SD カードのファイルを、iPad でなんかやり取りするとかっていうのはもう考えてなかったので、できないなと思ってました。そう、でもこれができるようになって僕は、あ、 iPad Pro はパソコンに近づいたなと思いました。僕が普段仕事の連絡をするとき、例えばコンサル生さんだったり税理士さんだったりと連絡をするときっていうのは、チャットワークというアプリをほぼほぼ使っています。で、その画面の比較がこのようになってまして、ちょっと iPad の場合はここに連絡先の名前が載ってしまうので、ちょっと遠目ですいません。で、例えばパソコンで連絡をするときっていうのは、カーソルここを合わせて、あとは文字をパタパタって打つだけですし、 iPad の場合もこのメッセージを入力っていうのをタップして、あとは文字をパタパタパタって入力するだけなので、もうこの操作方法はほぼほぼ変わらないです。まあ、でもここに関してはブログを書いたり Twitter を入力したりっていうのももう変わらないと思いますので、この文字入力に関しては iPad で十分そのパソコンと同じように操作できると思います。僕は普段海外に輸出をするっていう仕事もやってます。で、今見えている画面は、その代行業者さんの管理画面です。で、こうやって見ていただくと、パソコンも iPad Pro も全く同じ画面表示になってます。
なので、もう何でしょう、操作のやり方としては全く同じです。で、パソコン、こうやって比較をすると、パソコンと iPad は、もうこれだけちっちゃくなりましたと。画面は同じで、ただただちっちゃくなった。しかも、キーボードを外すと、これだけコンパクトになるということですね。なので、パソコンで作業するときは、こう、椅子に座ったり、床に座ったりして、こうやってパソコン、カタカタってやるんですけども、iPad になってからですね、こうやって横になりながら、こうやって仕事ができるんですよ。まあこれ仕事かよって思うんですけど、ふざけてるって思うかもしれないんですけど、こうやって寝ながらこうやってあの作業できるようになったので、まあこれがいいか悪いかって言ったら分かんないですけども、電車の中でさっと開いてこう作業ができるようになったということなので、なんでしょう、ちょっとした隙間時間でを有効活用できるようになったっていう感じですね。綺麗な言い方をすると、はい、なので、ね、これは本当に楽だなと。だってこうやってパソコンの場合だったらちゃんとこう床なり膝の上に置いて作業するので、もうなんかどっこいしょ感っていうか、なんかよっこいしょっていう感じがあったんですけども、ただこれの場合はちょっとした時間を有効活用できるようになったっていうのは iPad にしてから、うん、本当すごく便利になりました。そうで、まあ、実際その何でしょう、まあ、今回の動画は iPad Pro がパソコンの代わりになるのかっていうお話なんで、ちょっと話逸れてしまいましたけども、ブラウザー上でなんか作業をするってなった時は本当にパソコンも iPad も変わらないと、うん、同じように作業できてます、次に動画編集なんですけども、パソコンの場合はこの Final Cut Pro っていうアプリを使っています。はい、でまあこれは普通に僕が使っていたやつなのでものすごく便利でした。で iPad になってからはこの LumaFusion っていうアプリを使っています。はい、これですね、これを使って動画編集をしています。現時点では iPad Pro に対応した Final Cut Pro っていうのが出ていないので、まあ、LumaFusion を使っているっていう感じです。で、実際使ってみてどうかっていうと、まあ、もちろんそのソフトが違うものになるので、操作性とかは全然違います。でも、その 4K 書き出しって言って、まあ、その高画質で重いファイルの書き出しも十分耐えてくれますし、こっちはタッチペンでこうやって編集できるので操作はものすごいやりやすいです。そう、ただやっぱそのファイナルカットプロの使い勝手っていうのはすごくいいなと思います。そう、やっぱかゆいところに手が届くのは明らかにファイナルカットプロだったりプレミアプロだったりするので、そうなので、うん、動画編集するときは正直この MacBook、 家の中で MacBook を使って動画編集するってことが多いです、正直。そう、でも LumaFusion でできなくは全然ないですし、過去の動画、例えば岡山に行った時の動画なんかは岡山で撮影して岡山でこの iPad Pro で編集をしましたので、そうなので全然使えなくはないです。そう、ただなんかテロップをもっとゴリゴリ入れたかったり、あとは B ロールっていうのをどんどん挿入したかったりするときはこの Final Cut Pro パソコンで、ガンガンこうゴリゴリ編集するっていう感じですね。なのでそこはちょっとこれから僕自身もこの LumaFusion のもっと操作法とかっていうのをもっと勉強する必要があるんですけども、そう、そんな感じで僕は iPad Pro で編集をしてます。次に仕事上 Zoom アプリっていうものを使って面談なり打ち合わせをしています。でその時にこのパソコンでしたら Zoom っていうアプリを立ち上げます。はい、こんな感じで立ち上げて新規ミーティングっていうものをやるとこういう風に表示がされます。おーいみたいな、はい、感じで表示されてます。 iPad 上でもこの Zoom というアプリがあるので、こうポチッと押して新規ミーティングポチッと押します。なぜかこちらの方がすごく画面が綺麗に映ってるんですけども、そう、こうやって話す分には全く問題ないです。で、音声もこの iPad 上でその音声共有もできますし、そう、これ1台で十分ミーティングが
できます。ただですね、じゃあ例えばこの話しながら画面共有をしながら、このパソコンの画面をお見せしながらミーティングとか、でなるとこの iPad はちょっとやり方がわからないです。 Google Pixel で画面共有しながらこの Zoom アプリやってる人もいましたので、そう、スマホでできるなら iPad でもできるでしょうということで、できなくはないと思います。そう、ただその画面共有だったり、そのミーティングしながらファイルを共有したりするときはこのパソコンの方がやりやすいかなと思います。そう、まあ、ただ十分これでもあのミーティングだったり面談はできるので、僕はこれで十分仕事できてます。はい、という感じで、その僕が普段やっている仕事の作業としては、連絡をしたり、ビデオチャットしたり、あ、動画編集して、あと外注さんのその管理をしてっていうところだと思います。はい、それはもう十分 iPad でできてますっていう感じですね。はい、でただこの質問の中で多かったのが、マウスとか使ったりしないんですかということですね。マウス使わないんですかっていう質問をいただきましたけども、マウスは使わずにそのまま画面をタッチするっていう感じです。ただマウスを使った便利さをまだ知らないので、そうなので、もしこれからマウスを使った方が便利な場合があるなと思ったら、もしかしたらそのマウスは追加すると思います。そう、ただ、マウス1個追加するとやっぱ荷物も増えちゃったりすると思いますので、そう、だったらキーボードも一緒にしろって話ですけども、そう、マウス、キーボード、iPad Pro、 この3つになっちゃうと荷物が煩わしくなっちゃうので、しばらくは使わないかなというふうに思います。あとはですね、 SD カードなどを動画に保存する際は他の付属品を買う必要があるため、なかなか複雑そうに思いますが、ということでいただきました。ありがとうございます。で、SD カードなどにその動画を保存したりファイルを保存する場合は、ハブ、タイプ C のハブが1個あれば、USB でも SD カードにもどんどんファイルを保存移動できますので、はい、なのでそんな煩わしさは僕は感じなかったです。ライブ配信でも使えるのっていうことで、そうでした、ライブ配信のこと忘れたんですけども、はい、ライブ配信もこの iPad 1台でできてます。そう、音は今のところその視聴いただいてる方は問題なしというふうに言ってくれているので、iPad でも問題なくライブ配信できてるのかなというふうに思ってます。完璧なものはないと思っているので、例えば iPad Pro を使っていく中で、あ、ここもうちょっとスムーズにできたらいいなだったり、ここはちょっと 2,3 ステップパソコンと比べたら、操作が増えたなっていうところあります。例えば僕が一番感じているところがファイルの選択っていうところなんですけども、例えば動画を取り込もうってなった時に、こうパソコンだとこっからここまで全部っていう風にできるんです。もしくは一部分を選びたい、この半分、下半分を選びたいってなった時には、もうパソコンだったらさってできるんですけど、 iPad の場合はこれとこれとこれとって一個一個プチプチプチって選択をしないといけないんです。なので動画のその撮影したコマっていうのか、シーンとかカットが多ければ多いほど、その動画ファイルを選択する手間がすごく大変になってくるっていうのはあります。なのでここをもうちょっとファイル選択の部分をもうちょっとパソコンライクに近づけてくれたらさらに嬉しいなというところなんですけどね。はい、そういった意味での煩わしさはあります。でも身軽は最強、身軽は正義、軽さは正義だなというふうに思っていますので、そういう煩わしさはあったとしても、その僕から iPad に合わせに行きますっていうふうにですね、思えるぐらいこれやっぱり軽くて、そして早くて便利だなっていうふうに思っています。はい、そんなところですかね。あとは iPadOS のそのこれからのバージョンとか進化に期待というところで、これからも iPad Pro を僕はメインマシンとして使っていこうと思います。はい、あとなんかこう気になるところ、こういうところはどうですかとか気になるところありましたら、どんどん遠慮なくコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。そう、僕も iPad Pro を買うときにいろいろなネット、もう海外のネットも調べて、本当にこの iPad は自分が今や MacBook でやっているものが iPad でちゃんとできるかっていうのをものすごいいろいろ調べましたので、そう、この動画を見てくれている人もその iPad で本当にメインマシンにしたいっていう人いると思うんです。なのでそういった方は遠慮なくその気になるところっていうのはコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。はい、ということで、ちょっと長々とこう喋ってしまいましたけども、参考になりましたでしょうか。ちょっとでも参考になってくれました、面白かったですと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、もう伝えたいことは以上かなと
ということで、今回はその僕が iPad Pro でどういうふうに仕事をしているのかっていうのを、ちょっと簡単にお見せしてみましたけども、いかがだったでしょうか。落としどころがわからなくなってしまったので、この辺で以上とさせていただきます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。